はご立派社会貢献。はい、こんばんは。こんばんは。火曜日の8時半になりました。新潟フォンデリングの時間でございます。新潟フォンデリングをですね、あとこの3月で一応ね、あの企画としては、フォンデリングは、毎週ということではなくなるので、まあ、残りわずかでございますけども、一つよろしくお願いいたしますでございます。さあ、それでは早速番組スタートでございますが、今日お越しいただいたのは先週来ていただいた斉藤雄介さんからのご紹介なんですが、教育学部ということですね、はい、それじゃあ、カメラに向かって自己紹介の方をよろしくお願いします。新潟大学教育学部3年保健体育選手の小宮山優希と言います。今日は撮影の方どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。小宮山優希さん、出身はどちらでございますか？自分は群馬県ですね。お、群馬からはるばる新潟の地、はるばるでもねえかそうですね、うん、隣の県です。そうですね、はい、あの峠越えればすぐですからね、それで今新潟大学の教育学部の、はい、保健体育選手、保健体育科、そうですね、保健体育選手、はい、これはやっぱり免許としては、はい、小学校から高校までの、保健体育の、まあ、先生の免許、小学校から高校まで取れますね。小中高全部取れるの？全部取れますね。高校は何種ですか？高校1種です。全部1種で、はい、うっそいいな、はい、ということで、群馬から新潟の方にお越しいただいてですね、もう大学は今3年生、3年目で、そうですね、3年生、3年生、こ次4年生になりますね。あ、大変だね。でも教育実習終わったでしょ？教育実習が2回終わって、また春に今度中学校で実習があるんですけども。ちょっと待って、2回やってまた3回目やるんですか？はい、3回目が、はい、小学校2回と、うん、今度中学校免許でもう1回中学校の実習が必要で。へえ、はい、高校はなしでいいのね？高校はなしで、はい。中学校また教育実習、また教育実習、予定としては群馬に戻る？そこのあれですか、卒業後ですか？うん、うん、あの教育実習、教育実習は、いや、新潟、新潟で、はい、やるっていうふうにもう大学の方で決められてて。あ、そうなんですか、はい、僕らの時はあの出身校に行ってとかね。あ、みたいですね、うん、昔お願いに行ってさ、はい、で1年前からさ教育実習予定校みたいなね、はい、感じでお願いに上がって。そうなんですか。今はもうその大学の方でこうコーディネートされてるわけね。もうそうですね、うん、指定されてるみたいで、でもそれもいいかもしれないね、はい、うん、中学校、まあね、あの自分を担当してくれた先生はそこにいるかいないか別としても、うん、はい、ね、新鮮な気持ちで。そうですね、いいですね。教育実習大変でしょ？大変でしたけど、まあ自分は面白いなとは思いましたね。やってみて、はい、行ってみて、はい、うん、まあ、先生になりたいなっていうふうに教育実習行って強く思った。やっぱり、はい、まあ、挫折しちゃう子も中にはいるんですけど、僕は逆に行ってなりたいなっていう思いが燃えた、強く思いました。いや、すごい、はい、ということで、今日はですね、いろいろこれから、まあ、学校生活、大学生活でね、はい、小宮山くんがどんなことに挑戦してきたかとか、はい、それから、まあ、今後のね、いろんな夢とか、はい、そういうのを、お聞かせいただきたいと思うんですが、まずじゃあ写真見ながらお話を進めていきましょう、はい、最初の写真がこちらでございます。ドンと出ましたが、これは何ですか？遭難してる絵？これ一応テントの中で、うん、まあ、シラフっていう、あの、まあ、ね、はいはい、寝袋に入ってる、うん、はい、写真ですね。おお、これは体育の授業の研修、はい、実習かなんかですか？そうですね、僕、今3年生で、うん、研究室に所属してるんですけども、はい、研究室って何研究室？大橋正春教授の野外活動研究室、うん、野外活動研究室、はい、サバイバル研究室、サバイバル、まあ別名、ね、サバイバル研究室ね、サバイバル、うん、でそこで実習として、はい、はい、あの山形の、まあ、鳥海山も行ってきて、はい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 、今これ雪上にこうキャンプを立ってて、はい、これ下雪なんだ？雪、もう雪ですね。いやいや、なんで下に銀マットこう引いて、うん、あの寒くないように、うん、シラフもこう二重になってるんですけど。あ、そうか、そうか、はい、もう、ってことはもうあれだね、極寒の地でさ、何度ぐらいだったのこれ？もう1度とか、夜はマイナスですね。ですよね、はい、いやー、すっごいね、本当サバイバル研究室トイレはさ、はい、この雪の時ってどうするんですか？雪上キャンプでさ、はい、何もないところじゃないですか、はいはい、もうテントビーって開けて、うん、すぐ出て、そこのもう女性男性関係なく、もう見られてもいいや、でもすぐ裏で。いや、それは小宮山くんはいい、はい、でも女の子はそういかないでしょ？女の子はちょっと茂みの奥の方入ってって、茂みの奥の方で入ってって、はい、へー、みんな行って帰ってきた時はさ、すっごい寒さの中で身を出してくるから、はい、凍えながらもすっきりして帰ってくるそうですねへー、そうなんだ、本当サバイバルですな。サバイバル、本当にそうですね。あ、でもそういうことを経験した女の子ってさ、はい、災害とかなんかの時にな、あ、いいかもしれないね。そうですね、なんか震災の時もほら、はい、トイレが
もうすごかったじゃないですか。あの仮設にしても何にしてもいっぱいだったりして、はい、で女の子たちの中ではやっぱりトイレに行けないって言って、はい、で体調壊す子とかね、うん、いたっていうけど、やっぱりたくましく生きなきゃいけませんな、はい、そんな研究室はですね、いろんなこともするんですが、この写真はなんか魚を、これは何、これ教授ですか、真ん中一番手前の先生、うん、あれが男性が先生で、先生で、はい、大橋先生です、なんか魚吟味する魚屋の親父みたいなこれは一応サクラマスをさばいてる写真ですね。先生がさばく、先生がさばきます、うん、でそれをみんなで調理する、 みんなで調理する、はい、ここ下川が流れてるんですけど、うんうん、そこであの洗って、ほう、はい、うわ、あ、そうですか、小さい川が流れてて、これはもう山の中の綺麗な水でこう、あ、そうですね、もうすごい綺麗な水で、はい、まあもちろんそうでしょうね、この辺で洗えないもんね。はい、そうですね。いや、すごいね、でもね、本当あれだね、サバイバル研究室と言った方がいいかもしれないですね。そうですね。うん、はい、さあ、次の写真ですが、これは、これはですね、ガスってますが、だいぶ。同じまた鳥海山で、うん、スキーの板の滑走面、まあスキーの裏にですね、はいはいはい、シールっていう動物の毛皮で作った、うん、あの板にこう細長いこう、はいはい、あるんです。滑らないように。滑らないように、うん、はい。それを板の裏にこう貼って、ではいはい、ペタペタ斜面を登っていくんですけど、まあ、その途中の様子ですね。なるほど、あのノルディックスキーみたいにさ、はい、こう前にはこう登れるけど、はい、滑るときはちゃんと滑るってやつですか。ああのシール、滑るときはシール外しちゃうんですね。へえ、そうなんだ、はい、あのほらよく魚の鱗みたいにさ、逆にこうやって登るときはすごくこう登るけど、滑るときはちゃんと滑れるよっていう感じではなくて、感じではなくて、はい、取っちゃう、もう取っちゃいます、滑るときは。いや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 、でもこれ普通のスキーでしょ。普通の、そうですね、うん、普通のスキーの裏に、うん、こうし、はい、シールっていう動物の毛が、毛を、はい、何キロぐらい歩くんですか、これで。今回は2、3時間歩きました、登りましたね、鳥海山、はい、やだね、2、3時間登ってでもう降りてくるのは2、30分、そう滑り降りてくるの本当に重力のありがたさを感じるよね、はい、なんかね、すっごい楽にこうスーッと来ちゃうからね、はい。でもこういうのをやっぱその実習の中、授業の一環として、そうですね、研究室の、はい、素晴らしいですな、これはまた、ロードバイクやってるんですか。ロードバイクやってます、はい。大体どの辺まで行くの。まあうちのから出て、うんうん、まあ弥彦までが いつものルートなんですけど、弥彦ちょっと登って降りてきて、スカイライン登る、スカイライン登って降りてきて、またシーサイド通って大学に戻ってくるっていうのが、はい、スカイラインさ、競輪選手が練習してる、います、います、います、それに対抗したい、挨拶こうやって挨拶して、はい、じゃあこれ弥彦のお店ですか。いや、これは柏崎になります。はい、柏崎です。ちょっとあの確認させてください、はい、柏崎まで、はい、まさかここから自転車で行ったわけじゃないですよね。自転車で160キロほど行った、往復で160キロ走っちゃった、走っちゃいましたね。柏崎までどれくらいかかります、時間でいうと。まあ、朝の6時に出て、うん、昼の12時に着き、うんうん、でまた帰ってくると夜の7時とか、うん、あ、でその間に栄養補給が、栄養補給、はい、途中、うまそうだね。あのフライはこれ何のフライですか。これ、これはジャンボエビフライ。これエビなの。はい、エビです。箸とほとんどなかったそうですね、30センチ弱ぐらい、こう、こんなエビいるんだ。はい、もう富谷が柏崎で有名みたいで、うん、はい、ちょっと名物だ、ちょっと食べ行って。ああ、富谷さん、柏崎の。はい、で隣にあるのが海鮮丼。海鮮丼で、はい、うまそうな。マグロ、イカ、サーモン、うん、またエビ、タコ、いろいろ、はい。いやー、いいなー、これ食べてみたい。富谷さんね、富谷さんですね、はい、あとここね、多分住所が出ると思います、富谷さんの。あ、本当ですか、はい、食べログかなんかから引っ張ってきた住所が出ると思います。ぜひあの皆さん、柏崎に行ったら富谷さん、富谷さん、ね、小宮山さんおすすめの富谷さん、はい、行ってください、ね、でこれ食べてまた帰ってきたわけ。これ食べてエネルギー補給して、エネルギー補給して、ただ行って帰ってきたっていう感じですか、はい、これ食って帰ってきたぞ。行って、まあ、柏崎駅のところで、うん、こう行ってきたぞって証明写真撮って、撮って、はい、もうすぐ買ってきました。それがこれ、これですね、これ、これ指差してる、はい、まあ、2人で行って、2人で行って、お互いにこうね、上たちここまで来たんだぜ的なこう、あ、もう証明写真で、はい、ちゃんと。やっぱりロードバイクの時はちゃんとヘルメットかぶって、はい、ヘルメットかぶって、はい、そうですね、先、うん、あのスキー部の先輩があの黒い服着てる方なんですけど、ヘルメットかぶって、うん、まあ、サングラスかけて、はい、装備は万全で。なるほどね、はい、でもあれ自転車でさ、80キロでしょ、往復160キロでさ、はい、お尻とかね、あ、もうそうですね、大変でしょ、もう痛かったですね、お尻が、うん、
足とかよりもお尻が痛くなるんじゃない？お尻がもうあのサドル擦れちゃって、うんうん、今だからパッド入ってますもんね。はい、そうですね、うん、パッド入っててもやっぱりダメ。もう長い距離走っちゃうとダメですね。いやそう過酷ですなまあでもね、電車で行けば楽に食べられるものをわざわざやっぱり苦労してはい、そうです、ね、サバイバル研究室のそうですね精神がここにも生きていると、はい、そうですね。豊川島崎から、まあ、こう記念写真を撮って戻ってきたと、はいはい、そしてこれが先ほどちょっと話のあった部活動、部活ですね、はい、新潟大学の、はい、競技スキー部、競技スキー部、はい、いろんなスキー部があるの、はい、もう一個基礎スキー部っていうのがあって、うん、僕が入ってる方はまた別の競技スキー部。なるほど、はい、まあ、基礎スキーというと僕らのイメージはやっぱりこう美しく見せたりとか、あ、そうですね、ね、はい、でいかにね、はい、そうゲレシップ決めるかとか、そういうやつですね。そっちですね。で競技の方は規制されたコースをこう旗門ポールを立てて、うん、その間をそうですねくぐり抜けて、くぐり抜けてって感じ。誰が速い、誰がタイムレースです ね, ね。でもあれでしょ、シングルでしょ、デュアルとかじゃなくて、デュアルじゃなくてね、シングル、はい、シングルね、皆川健太郎君引退ですよね。そうですね、ちょっとショックだよね。惜しかったですけどね。新潟県の星、はい、ね、皆川健太郎さんご苦労様でございました、はいね、でも今はカービングスキーと言われるやつですから、はいはい、昔とやっぱりちょっと違うでしょ、滑り方が。まあ、僕はちょっと今の板しか履いたことがないんでよく分からないんですけど、はい、小宮山さんの得意なのはスラロームですか、うん、はい、ジャイアントスラロームですか。あ、もう一番回転高が小さいスラロームです。うわ、あれ面倒だよねなーポールに当たると痛いでしょあれ。あ、立ってるさ、一回僕ちょっと隔離骨折しちゃって、うん、当たって当たっちゃって、はい、変な当たり方しちゃってちょっと。あれどの辺で受けるの、この辺。あ、ストック見てもらうと分かるんですけど、はい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 、そこにストックのところに、ストックのこのね、はい、プラスカバーがついてるやつ、カバーがついてそこにこう当ててく、うん、へえ、ね、そっかそっか。昔ね僕も好きでさ、はい、もう本当にね毎晩毎晩ね、はい、まあ僕と同じ年代の人分かる、スキーナウっていう番組があったんですよ。スキーナウ、うん、で毎週深夜に放送してるんですけど、はい、いや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 、見た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 、もう必死になって毎週見た。うん、でスラロームのさ、はい、こういう当てる時の格好ね、うん、はい、おかっこいいとか思いながら、普通のゲレンデでやったらただバカみたいなんだよね何もないこうやってるとさね、はい、そんな時代もありました。さあ、そしてこれがその合宿ですか。はい、そうですね、うん、部活の仲間たちですね。あ、これゲレンデはどこですか。これは長野県の菅平高原ですね、うん、菅平もいいとこですよね、雪閉まっててね、はい、うん、これで合宿っていうとどれぐらい、はい、年末に行ってきて、うん、今回は、4泊5日っていう、まあ、短い間だったんですけど、はいはいはい、うん、4泊5日か、はい、でも4泊5日でも毎日こうやって、はい、もうこれ天気がいいから写真撮ってますけど、はい、こんな日ばっかりじゃないからね。いや、もうこんな日ばっかりじゃないですね。ないですよねもうさ、ボトボト雪が降ってるようなところでも、はい、ね、休めないわけで、はい、大変だと思うんですけどどうですか、合宿楽しい、はい、合宿楽しかったですね。ざっくばらんに聞いちゃうけどさ、はい、お金かかるでしょ。4泊5日で高知代、うん、宿代と、うん、交通費、はいはいはい、全部含めて10万近くですよね、はい、普通のスキー旅行とわけ違うもんね。わけ違いますね。そうなんだよな。だからスキーっていうのはほんの冬の間のスポーツのようだけど、はい、結局さ年間通して基礎トレーニングとか、はい、まあ雪がないときはどっか遠征行ったりしてさ、はい、滑ったりするじゃない、はい、春なんかガッサンとか行くんでしょ。ガッサンが行ってきました、ね、4月に、はい、そうで、リフトなんかないとさ、はい、板担いで登って滑るのもね、はい、すごいよな。でもそれがやっぱり競技をやる人たちはね、はい、それは当たり前なんですよね。あ、見たいですね、やっぱりどこのチームもそうにやって、うん、リフトないとこじゃ担いで登って、ね、やってるみたい。俺なんか絶対やだもんねリフトないとこ滑ろうと思わないですよそんなスキーが、はい、まあ今ね部活でもやってて趣味だということなんですけど、はい、いつぐらいからスキーを。あー、本格的にはもう大学生から、うん、大学1年生からですね。あ、そうなんだ、はい、俺でもう競技に出て。そうですね。じゃあさ、なんかまあ昔からやってる子もいるでしょ。あ、正直。あ、そうですね、中にはここに、うん、はい、いますね、うん、いるでしょ数人が、はい、うん、やっぱりさ、その子たちとこう張り合わなきゃいけないわけだから、はいはい、ね、
ちょっとあのブーツの中に画鋲入れてやろうかと。まあそんぐらいでもしないと勝てないですね。そうだよね、やっぱ昔からやってることっていうのは全然違いますもんね。違いますね、滑り方が本当に。いやでもその中で戦ってきてるわけですね、はい、いやいいな、スキー俺も行きたくなってきたんだけど、これはまたいい天気のところでこう、そうですね、これ多分合宿の終わりあたりじゃない、最終日です。最終日ですだってね、晴れやかな顔してる。これが今の部活の、はい、部活のフルメンバー、アルペン部門のメンバーです。あ、アルペン部門、部門ですね、はい、アルペン部門と、それからもう一つが、ボード部門、ボード部門もクロックスカントリー部門、クロカンがあったね、フリースタイル部門、フリースタイルもあんの、はい、寝台に、寝台に、あ、マジですか、はい、やっちゃうんですか、あのエアリアルをとか、はい、練習したりもしてますね。へえ、そうなんだ、新潟大学にそんなの知らなかったな、はい、いや見てみたいね。夏はあの猪苗代で本当にウォータージャンプとか、うん、はい、で行ったり練習したりしてますね。あの水の中に落ちてくやつね、落ちてます、はい、そうなんだ、そんな4部門もあるんだね、はい、そうですね。これで、それでこの後ろにいる人たちはスラローム部門の、はい、部員の皆さんと。そうですね、アルペン部門で、はい、この中でさ、例えば小宮山さんみたいに大学から始めたぞっていう子もいるわけですか、はい、そうですね、うん、本当に経験者なんて言ったら 2、3人ぐらいしかいなくて、うん、あとは全部大学生からメインで、はい、でもあの、まあ、もちろんね、スキーの経験があるから、はい、まあ、この部としてやってみようかなっていう子が大半なんでしょ、ま、そうですね、それプラス、うん、まあ、新潟大学来て、まあ、せっかくなんか雪国来たからやってみたいっていう子たちも中にはそうなんだ、いますね。へえ、でもさ、今時の子ってボードじゃないですか。そうですね、ボードが、やっぱりボード部とこの、はい、ね、はい、競技部の方とですね、はい、どちらの方の人数が多いんでしょうか。まあ、はっきり言ってボードの方が多いですね。やっぱりそうか、倍ぐらいいますね。倍いる、はい、引っこ抜け引っこ抜け。あのそのうちほらボード割っといてさ、スキーと一緒でしょみたいなね。はい、そうです。ねえ、いやそうだね、やっぱりボード、でも最近やっぱりスキーヤーも増えつつあるっていう話を聞いて、はい、ちょっと僕嬉しく思ってるんですけど。あ、なんかまた、そうですね、ね、人数がスキーの方がまた盛り返してきたっていうふうに、ね、聞いてます。じゃあさ、小宮山さん、あの小学校とかね、はい、中学校の教員になったら、はい、無理やり生徒にスキーさせる。ああ、無理やり、そうですね、そうそう、やらせたいですね、子供たちにスキーは、ね、まずね、学校でね、スキー教室っていうのをね、はい、ね、今山あいのほら学校とかはね、はい、体育の授業なんかでやるけどさ、ね、だん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 ね、スキー教室やらなくなってきてるでしょみたいです ね、 ね、まあお金のこともあるだろうし、はい、それから危険とかね、怪我するとか、まあそれから大変なんですよね、やっぱああいうとこ連れてくっていうことは。ただ僕が、まあ、ここで願わくば、はい、ぜひともですね、あの教員になった暁にはですよ、はい、スキー教室にですね、ぜひともあの福島を使って福島を、ね、あの福島も本当にほらスキー客がね、あの、まあ、放射能の影響なんかほとんどないんですよね、うん、この辺の、はい、あのバンダイとか、うん、あの近場ではね、でもやっぱりちょっとね、こう敬遠されたりするようなところもあるかもしれないけど、うん、はい、まずは子どもたちが修学旅行とかですね、スキーが教室とか、ぜひあの福島をね、はい、どん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 使っていただきたいと思いますが、群馬の人にそんなこと言っていいんだろう、群馬連れてかないように、ね、はい、いや、はい、福島にしましょう、できれば福島も、はい、はい、ぜひともお願いいたします。これがですね、いきなり冬からですね、これ夏だよね、いきなり夏ですね、夏、これは5月6月ぐらい、6月ですかね、6月ぐらい、はい、ちょっと聞いていいですか、はい、あそこに鎮座増しましたよね、これマグロ様ってやつじゃないですか。これマグロですね。これどこですか。これは、新潟県の粟島に、粟島でマグロが取れる、はい、いやあ、取れるか、取れるんですかね、取れるかもしれない。へえ、すごいね。でこれは部活ですか。これはまた大橋先生の野外活動研究室ですね。サバイバル研究室、サバイバル研究室です、はい。サバイバル研究室はついにマグロまで取るようになった。マグロまで、はい、これはあれでしょ、地元の漁師さんが取ってきてくれたやつを、はい、そうですね、マックでさばくと。そうですね。食べた、食べました、もう。どうでした、どうでした。専属のなんか寿司職人みたいな人が来てくれて、でさばいてくれて、うん、中トロだとか大トロだとか出してくれて、出してくれて、こう行列ができて堪能してきたわけでございますな、それを。美味しかったですね。ね、あの大橋先生さ、はい、その研究室とか言ってるけど趣味なんだよね。もうなんか最近そう思ってきましたね。実はね、はい、でもこれでこういうさ専属の人が来るっていうことは、大橋先生、はい、かなりその粟島行ったりとか、はい、いろんなところで、
自ら一人でもねあちこち行ってやってるよ絶対。あ、そうですかね。やってるやってる。そうじゃなきゃ来てくんないもんね。こんな、人脈が広いみたいでね。はい。でもその研究室なんかを通してこういう活動をして、はい、これもまた青島だと思うんですけど、これまあいいね、海の家ですよね。はい、これ多分港の近くだよね。港の、そうですね。そうですね。フェリーの近くね。フェリー場の近く。そうです。僕もここで行ったことがあるんですよ。そうなんですか。そう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 。なんだ、森持ってね。はい。あのテトラのところで潜って魚取るぜみたいなね。やってたんですか。はい。そうだそうだ、なんかわかるな。あそこの向こう側の海でテトラがある場所ですね。女の子2人いるじゃない。向かって左側のピースしてる、はいはいはい、はい、あの、うん、紫の服着てる女の子が僕と同じ研究室の、あ、はい、成田さんっていう、ああの想像しちゃいけないけど、はい、あの山の中 で、はい、やだ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 って言ってた子ですそうかそうか、はい、で、そのお隣が、お隣があの清涼大学の、うん、入江さんっていう方、入江さんということで、はい、あの大学の枠を超えて、超えて、はい、その大橋先生が集めた、はい、大橋先生が清涼大学でもこう非常勤という形で事業を開いてて、うんうんうん、それであの来てみたらどうだっていうふうになって、はい、でこういうふうに、はい、清涼大学の生徒学生たちも、うん、まあ、3人あの連れてきて、へ、はい、で、眼鏡 の、 あの男の子は、はい、あの清涼大学、清涼大学本部君ですね、うん、へ、なるほどね。なんかちょっとさっき聞いたら、はい、彼とは、あ、淡島の出身です、彼は。おでここで知り合って、あ、はい、それ以降もなんか交流があるから、それ以降もずっと、はい、ずっと交流させてもらって、いいですな、はい、大自然は人を結びつけますねそうですね。で、人を結びつけるのはいいんですけど、はい、その大自然の中で、恋に落ちたりとかしなかったんですか。人が結びついて恋に落ちたりとかしなかった、うん、あ、人肌恋しくなるんですけど、いいんかい、そんなこと言っていいんかいいんかいいんかい、いやでも、うん、僕彼女がいるんで、お、はい、来たねあ、どうしますか、3月14日近いですよ、ね、なんか企んでますか。あ、今のとこちょっと計画立ててなくて、あ、やばいね、いや、あの、ちょっと大きい声で言ってください、大きい声で雪山に連れてくの、雪山に僕がいるんで、スキーやってて、14日はちょっとこっちにいないですね。あー、だそうですよ寂しかったらいつも出ますいやー、そっか、昔私をスキーに連れてってとかって映画見たことありますか。あ、見たことないですけどよく聞きます。聞きます、はい、あれがねすごいんだよ、はい、あのちょうどさ、はい、男の子と女の子が、はい、なんかお互いが好きなんだけど、はい、こう素直にこううまく気持ちが伝わってなくて、はい、正月ですね、はい、あの別々のところにこう泊まるわけですよ。へー、はい、はい、で、あれどこだったかな、菅平と、うん、それからどっか万座、いや忘れた、うん、でそこを男の子がね、はい、夜中車走らしてさ、はい、女の子とか会いに行っちゃうんですか。行くんだよ、はい、行っちゃえ、行きますだそうですよ3月14日楽しみだなさあその結果どうなったかはまたね、また、そのどっかでブログかなんかやってもらう、はい、さあこれはいきなりこう今度は中に入ってって、はい、蘭渓荘ですな。蘭渓荘、はい、越後長野温泉の蘭渓荘、はい、ちょっと聞いていいかな、はい、これ何、その研究室の活動ですかサバイバル研究室の、全然サバイバルじゃないじゃんこれ実習の、実習です。蘭渓荘で何の実習したんですか。これはサイクリング実習って言って、うん、ロードバイクでここまで来て、新潟から、新潟、はい、ロードバイクで大学から来て、はい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 、ここ泊まって、まあ、2泊3日なんですけど、うん、まあ、1泊目は弥彦温泉、はい、弥彦の、まあ、上州園っていうところに泊まって、そこで2日目は蘭渓荘を目指して行って、全員で、はい、行って移動して、蘭渓荘なんてあた高級なあれですよそうですね、はい、そこで、まあ、温泉入って疲れまで癒して美味しいご飯食べて、あ、ちょっと待って、蘭渓荘これ出してもらったの。出してもらった。それダメでしょ、それサバイバルの研究室としてはやっぱり取り行かなきゃ、はい、さあそしてこれがそこからね、はい、行って、大谷ダム、ね、蘭渓荘がちょっと上がっていった、上がってね、そうです、姫さゆりですよね、はい、あれは村松もそうだし、まあすぐ村松ですからね、はい、いやいいですねこういう授業やいいな、こういうのやってみたいでしょ、教師になったらさ子供たち連れて、自分がやってみたいですね、今度子供たちを連れてって、そうだよね、はい、で不便な中に置いて、うん、はい、工夫せよみたいなの、ね、いいよね、いいですね。さあ、そんな
この最後のこの写真は今度は、はい、競技スキー部の夏の合宿ですね。あ、競技スキー部のみんななんですね。ですね、はい、全員集合している様子で。うん、でこれは夏のどこですか、場所は。妙高ですね。妙高。妙高、はい。この夏の合宿の時ってさ、はい、どんなことするの？まあ走ったり、うん、ロング距離、長距離を走ったりとか、あとはインラインスケートって言って、はい、はい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 、で、まあ、坂道がいいとこがあるんで、うん、まあ、練習したりとか。そうですね。インラインスケートってどうですか？スキーとやっぱり感覚全然違うでしょ？全然違いますね、うん、あれはなんか練習にはなるとは言われてるんですけど、うん、まあ、実際雪の上で滑走するのとはちょっと、うん、感覚が違います、ね、うん、でこうやって大学ではもう競技スキーをバン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 やってね、はい、で、キャンパスの中では、はい、こんなにこやかな写真でですね、はいはい、これお友達ですな。これはあの同じ体育館の、あ、皆さん同じ体育の教師になるという、はい、僕ら男が5人しかあの体育の同い年で